はい、どうもロイでございます。今回もねフォルツァホライゾン2ストームアイランド実況を引き続きと久しぶりを間違えるんだよね。最近やっていきましょう。今回はですね 90s ラリーということで90年代のラリー車をメインに、やるチャンピオンシップ全3戦ですね。今回はレースが3つなので、もう1本の動画でねやってしまおうかなと思ってます。使うのはこちらランサーエボリューションですね。 90s ラリーまず1レース目、三菱ランサーエボリューション 6GSR 使っていきましょう。まあ前回リクエストでもね使ったんですけど、ちょっとカラーリングをねまたペイント職人さんが作った新しいレプリカのものに交換しました。さあストームアイランド 90s ラリーやっていきましょう。エクストリームクロスカントリーということで、クロスカントリーですからね一方通行の、行ったきりのレースですね。周回数ではございません。さあやっていこう。ようやくねトラクションコントロールなしのオフロードにも多少慣れてきたかなというふうな印象はありますね。さあやっていこう。おっといきなり今後ろ見てダメね。いやーちょっと待って、チェックポイント通り損ねた。ちゃもう一個前、もうちょっと前から。えこっからしか戻れねえの。ちょっと待ってくれよ。いや待ってくれよ。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね。これちょっとリスタートしますね。ごめんなさいね。いやいきなりちょっと波乱のスタートですが、さあ気を取り直してやっていこう。テイク2ですね。テイク2。すごっ。よし、行こう。デルタですね。さあ、スタートはいきなり右コーナーから。おお、ちょっと待って。前なんか渋滞してるけど。いきなりなんかすごいジャンプですけど。ちょっと待ってくれー。横転する。ちょっと待ってくださいね。リプレイ見てみましょうか。せっかくこんなに吹っ飛んだんだから見てみないと。よーツイスティー。皆さん気をつけましょうね。やっぱ皆さんやっぱ危ないですから。リワインドでいきなりなんかちょっと調子が出ねえな。ちょっとコースレイアウトがちょっと無茶ぶりじゃないですかね今回。よいしょ。ジャンプする車が、ジャンプするですね直前はですねブレーキをちょっとだけ入れてやって、荷重を前にしてやると、するとですね着地が車の前から、着地しますから、マシンの、着地の安定度が増すとですね、ニュルムルクリンクをですね攻める、太田さんが言ってましたね。よいしょ。思ったより曲がらねえな。これ車の特性なのかなこれ。よいしょ。一応チューニングとしてはラリーサスペンション、ラリータイヤ、ラリーミッション、それから、給排気系メインのチューニングで、A クラスちょうどまで、チューニングを上げております。いやこれね最近今まで結構僕の動画見てくださった方は多分今までホンドの、ね、方の実況は後方視点が結構多かったと思うんですよ。でその理由っていうのがコースの先まで見えるようにするっていうのがメインで、まあ、後方視点を主に僕は好んで使ってたんですけど、ストームアイランドはその、まあ、オフロードのレースがほとんどなわけなんですよ。まあ、あってもこういう一部にこう路面の道を通る場所もあるぐらいの感じなので、でオフロードになると、いや何これ、もうびっくりした。オフロードになるとね自分のステアリングがどれぐらい切ってるかっていうのがわからないとまともにコントロールできないんですね。だから今回はですねストームアイランド実況おそらく車内視線が結構メインになるかと思うんですが、これなんでなんでしょうかね。僕のゲーム多分こうゲームの中の腕がこうどれぐらいステアリングを切ってるのかっていうのを一つ目安にしてこう操作してるからだと思うんですよ。それがなんで僕がそういうスタイルなのかちょっと分かんないんですけど、まあ多分ちょっとね車内視線が多いから暗くて狭い、動画に、ね、なってしまいそうな気がするんですがね、ちょっとそこはちょっとご容赦いただきたい。申し訳ありません。ちょっとこっちもガチで止まんねえ。なんでこんな曲がんねえの。ちょっとねエボ7はすごい曲がったのにエボ6全然曲がんないの。これなんで、これセッティング何も組んでないから。でもエボ7も何も組まずに結構走れたんだけどな。もうなんか顔がへこんでますけど。よいしょ。やっぱこのマールボロかっこいいっすねこれ。超かっこいいっすねやっぱ。よいし
さあ最後の直線、よいしょ、ダブル RC っぽいですよね、こういうの。さあここでゴールです。1戦目は結構ぶっちぎりで1位でしたね。よいしょ、もう車ボコボコだけどね、まあ、ラリーではよくあることですよ。さあ次のレース行きましょう。いやストームアイランドね、これまたね面白いんですよね。このラリー感がねすごい楽しいです。もうこれフォルツホライゾン2持ってる方はね買わなきゃ損だと思いますね僕は。さあ次のレース行ってみよう。ここは、周回コースですね。短い周回を3周か4周かなするコースみたいです。よしやっていこう。車変えてもいいんですけど他の車チューニングしてないんですよね。なんで、あ、まあ、ギャランはしてるけどギャラン使ってみようか。次はレガシーもどうせなら使いたいね。あ、じゃあせっかく3つレースあるんだしそうしようか。レガシー次使おうか。エボロク、ギャラン、レガシーというふうに3つ今回の動画なかなか楽しめるんじゃないですかね。ご視聴、視聴者の皆さんも我ながら今結構いいアイデアなと自分で今思っております。ギャランですね。こちらセンコラリーの1980何年とかのレプリカだそうです。80か90か忘れた。まあいいや、やっていこう。まあ、今回このギャランがねこの、ラリー DLC で復活したということでですね、まあ、ターン10謎の三菱愛、謎のギャラン愛ということで、ね、ちょっと一部のフォロワーさんの方では話題になってましたが、まあこれギャランのラリーすごいかっこいいんですよね。これ動画で使いましたって、これ多分まだ使ってないと思うんだけど、あの一人でねあのこれ使ってストームアイランドのダウンロードコンテンツのマップをね結構探索したんですけど、まあね地形が激しすぎて今どこ走ってるのか全然わかんないんですよね。もうなんか道なき道がすごく多くてマップに出てないけど一応道になってるところとかも結構あったりして、よいしょ、結構急ですねコーナーが。あ、でもエボロクよりは乗りやすいわ。ギャランの方が FR だからかな。ギャラン FR ですよねこれ、違うのかな。え、どっちだろう。あ、なんか適当なこと言っちゃう。あ、にわかですね僕も。こういうとこにわかなんです、ごめんなさいね。四駆なのかな FR なのかな、わかんねえや使ってる感じだとなんか肉っぽいような気がするんですけどね、気のせいですかね。あ、でも四駆なのかな。どっちだろう、ちょっと後で調べますねこれはうやむやなままにしておいていいような気がしないので、自分の中でそうスッキリさせたいので。さあちょっとライン元試食しながら、先輩ですからね。ちょっと待ってくれ、なんか右に左に抜かれまくってるような気がするんだけど、現在ポジションは6番手。ただあともう1本レガシー使おうかって言ったんですけど、レガシーまだチューニングしてないんでちょっとチューニングの作業が入ってしまいますね。どうしようかな、そのまま出たら絶対勝負にならないんでね。よいしょ、さあラップは2周目、現在ポジションは4番手、前の車は、スバル WRX-STI と GB、 あれなんかインプレッサもなんか型あるじゃないですか、あれ GDB ですか、これ GDV ですかね。これもうね、インプレッサもね型が分かんないんですよね最近。もう最近のあのこの間リクエストいただいたやつも型が分からなかったんですよね、僕知らなかったんで。よいしょ、さあ前はフォードエスコート、行き過ぎた、ポジション3番手ですね。前にまだもう1台いるのか。ファイナルラップだからもうなるべく手っ取り早く追いつきたいんですけど、これラリーになってからね AI がすごく強いんですよ。あの本土よりね AI が強いように感じます。よいしょよいしょ、多分これパッチで多分 AI の難易度が多少前後したんじゃないかな。あのこのストームアイランド DLC と同時にあのパッチが入りまして、ホライゾン2自体にね。でこれはあのダウンロードコンテンツ買ってない方もダウンロードできるというか、まあ全員多分ダウンロード必須なんじゃないですかね、このパッチ自体はだと思うんですが、多分 AI の難易度がちょっと変わったんじゃないかなっていう風に思いますね。さあギャランを使ってレース2は2位で、フィニッシュしましたね。まあまあ上出来じゃないですかね。ランキング、あ、でもポイントランキング2ポイント差しかないのか、結構切羽詰まってますね。頑張っていこう。さあレベルが上がって、これね、ちゃんと貯めてますからホイールスピン、10個貯まるまで一応待とうかなとは思ってます。ホイールスピンやってくださいという動画のねリクエストあったんで、
さあ、キャランです。かっこいいでしょこれ。すごいかっこよくない、このカラーリング。さあ、ちょっとハブによってレガシーの、ペイントとチューニングをちょっとささっと済ませてしまいましょう。かっこいいでしょ、かっこいいと思うんだよね、うん、なんかそればっかですけど。さあ、ガレージからマイカーで、チャンピオンシップから調べた方が早いかな。これですね、スバルレガシー RS。 自分でもなんかなんでこんな微妙なペイント使ってんだろうって今思いましたけど、まずペイントから、やはりあの555的なやつがいいですよね、スバルですし。まあ、おそらく何らかのレプリカがアップロードされてるはずっていうか、あのフォロワーさんが写真貼っつけてるのでそれを見たので、多分どっかあるんじゃないかな。これもなんかレプリカなんですよね、これあの同じ方が作ってらっしゃるんだと思うんですけど、これもかな。いいカラーリングがないね。あれあれ、どうやって検索されるんだ。あ、これですね。あ、でもなんか微妙だな、悪くはないけど。あ、これかな、これ結構良さそうですね、これ使ってみよう。これ結構ガチレプリカペイント系っぽいですよね。いいんじゃないですかこれ、色も。さあさあさあ、ではチューニングを押していきましょうか。時間かかりますね。よし、じゃあアップグレードで、カスタムアップグレードから、まずタイヤ、まずタイヤ、まずタイヤをラリータイヤに交換します。で、続いては、こちらラリートランスミッションに乗せ替えます。で、あとラリーサスペンション、車高が上がります。これは下がるんじゃなくてね。で、ブレーキレース仕様はすでについていると。で、スタビをつけて、あ、スタビつけない方がいいのかな、やめとこうか、外そう。よし、ロールケージを乗っけます。車重が増えるのでポイントは下がるんですが、しっかりねコーナリング中に踏ん張るようになりますね。で、ロールケージを入れますと。エアローはなんかライトとか増えたのかな、あんまり違いが分かんないけど、これスバルって書いてるから多分そういうやつなんでしょうね。ペイントに影響はあまりなさそうですね。これ使っていきましょうか。ウイングは外すのと、フォルツァバネ、これでいきましょうか。サイドスカートは泥除けですね、つけていきましょう。ボンネット増えてますね。あ、やっぱライト増えてますね。どうしようか、なんか種類いっぱいあるけど、これなんかどう違うのかがいまいち分かんねえな。まあこれでいこうか。じゃあよし、おー、ラリーっぽくなったんじゃないですか、かなりいいですね。で、あとはですよ、まず吸気系を交換し、燃料システムですね、燃焼をじゃないわ、マップですね、エンジンマップを、レース中に変えます。それから、排気系を、チューニング。あ、でもこれ B クラスでいいかな、でもやっぱ速くないとね、絵的にも映えないので。で、インタークーラーを使ってよく冷やしますと。で、オイルクーラーを使ってオイルをよく冷やしますと。で、こっからですね、エンジン本体の方を触っていくわけなんですが、まずプラグですね、プラグ系を、プラグ系というか燃料系を交換し、カムシャフト、いいですね、上がりますね、交換し、バルブ、780まで上がりましたね。圧縮器、ピストンをいいものに交換しましょう。で、ターボですね、ターボ、あ、ターボ上がりすぎんだ。あ、じゃあエンジンを下げて、エンジン系、排気量を上げなくていいので、バルブとかを戻して、で、ターボでガツンと上げてやりましょうか。803だから、あと3下げればいいんですよ。だから、カムシャフトを、これだと下がりすぎるんだよな。887まで戻して、94まで上げて、まあ94でいっか、上がりすぎますもんね。よし、これでいこう。さあ、ではレガシーが用意が整いましたということで、早速
こちら 90年代ラリー、おお、なんかすごい嵐になってきましたね。雨粒がすごいわ、表現が相変わらずすごいですね。さあではここですね、もうファストトラベルガンガン使っていきますね、攻略なんで。さあではレガシー使って最後のレースやっていきましょう。すごい嵐だな。このなんていうんですか、ラリー系の補助灯っていうんですかね、このライト、後付けのライトってなんかラリー感出ていいっすよね、漠然みたいなねそれぐらいの、本当ラリーはね、本当にそれぐらいの知識しかないんでね、申し訳ないんですが、インプレッサが多いな。先輩というか後輩ですね、後輩の車が周りにいっぱいいるんですが、やっていこう。コリン・マクレーって書いてますね、これマクレーさんが乗ってたやつなんですね。さあやっていこう。結構速いね、みんな。おっと、ここも右コーナーですね、最初が。あ、これなんかちょっと最初前走ったな、これ。さっき走ったのと同じレイアウトではないですね。位置も同じなのかな。よいしょ。なんか何やかんや結構今一気に追い抜けましたね、まとめて。よいしょ。クロスカントリーは結構チェックポイントがまばらなので、まあ、チェックポイントさえ通ってしまえばどれぐらいショートカットしても問題はないので、ガンガンショートカットしていきましょうか。よいしょ。ショートカットというか、まあ、道を自分で選んで走っていくという感じですかね。まあ、大方このドライビングラインに沿ってみんな走っていくので、結構イン側をざっくり言ってもね。おっと、ごめんね、 T ボーンになりかけたね今。よいしょ。現在ポジションは2番手、結構快調ですね。レガシーよりはギャランの方が乗りやすかったな、さっきの。よいしょ。一番乗りやすかったのはエボナナなんですよね。エボナナがすごい使いやすくて、エボナナで走り回ってましたね、オフラインで一人で。これなんかジャンプ台みたいなのあるけど、ジャンプ台飛びたいね、飛ぼうか、せっかくだしわざわざ巻き戻してジャンプ台乗るっていうね。よいしょ。イエーイ。あんま大したことなかったか、まあ、サービスのつもりで乗ったんですけど、あんまり大したことなかったですね。さあやっていこう。もう言うも 73% ですから、もうすぐゴールですよね、言っても。おっと、いい、危ない。ああいうドローンっていい写真撮れそうな気がするんですよね。この着地の瞬間フォト撮ってみましょうか。ちょっと今これかなり加工が入ってしまってるんですが、コントラストをまず下げて、露出を下げると。で、カラーもちょっと下げると。大体こんなもんですかね。完全にこれなんか路面に車こう沈み込んじゃってますね。これはダメだな。まあ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 、深い負荷がかかるとまあゲームなんでね、そういうこともあるんでしょうね。うん、そういうことにしよう。結構余裕ですよね、後ろかなり差が空いてるので。もうあと 80% ですから、あともうゆるーく右に、じゃなくて左に切り込んでいって終わりですね。かっこいいっすよね、やっぱこのラリーの楽しさは。やっぱ久しぶりに、最近ね、ラリーゲームって少ないですから。よいしょ。おっと、危ない、壁かすったけど、いい走りだった。はい、見事、3レースね、見事チャンピオンシップ勝ち。ちょっと怪しかったけど、さあストームアリアンドナインティーズラリーはチャンピオンになれましたと。また1位、いい走りだ。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。レベルはまだ上がらないかな、まあ、90年代ラリーということで、今回は何エボ6ギャランレガシーと、まあ三菱スバルという風に車を使ってました。これかっこいいですね、カラーリングすごいよくできてるな。ラリーニュージーランドって書いてますね。ラリーニュージーランド仕様の、レプリカなんでしょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。次回もですね、引き続きストームアイランドキャリア実況、キャリアなのかな、やっていきたいと思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。